質疑応答の際に使いますので、こちらの方ご、把握のほどよろしくお願いします。もし現在できるって方がいらっしゃったらやっていただけるとありがたいです。はい、ありがとうございます。こちらと発表の最後の方にですね、質疑応答の際に使いますので、そちらの際挙手をして、質問がありましたら挙手をしていただけるとありがたいです。トーク中はですね、 Zoom のチャットに感想や、質問など書いてもらっても大丈夫ですので、随時チャットに書き込んでいただけると嬉しいです。はい、それではですね、こちらでは、宮坂さんのによる Python で XBRL 形式での財務情報を扱おうという、スピーチ、発表をしていただきます。発表前にマイクテストを兼ねて、スピーカーの方に読み上げ事項を、読み上げてもらうことをお願いしています。宮坂さん、読み上げ事項よろしくお願いします。はい、私の名前は宮坂恵理子です。発表のタイトルは、Python で XBRL 形式の財務情報を扱おうです。発表説明は日本語です。発表資料は日本語です。発表資料は公開します。発表中の写真撮影に同意します。PyCon JP の行動規範に同意します。はい、ありがとうございます。じゃあ画面共有お願いしてもいいですか。はい、共有しました。はい、見えてます。ありがとうございます。はい、それでは時間になるまで少々お待ちください。はい、はい、それでは時間になりましたので、宮坂さんを拍手お迎えください。よろしくお願いします。では始めます。 Python で XBRL 形式の財務情報を扱おうというテーマでお話しします。どうぞよろしくお願いします。まず自己紹介ですが、宮坂恵理子です。株式会社リーディングエッジ社所属で、 Python 歴は2年になります。でここ1年ほどは業務でも使用しています。このトークに関係するところで言うと、元経理で、その当時は損益計算書などの財務諸表を作成していました。でこのトークの対象は XBRL のビギナーの方です。今新型コロナの影響が続いていて、上場企業の財務状況の変化を気にする方も増えているのではないかと思います。でまずはそういう場合も財務分析ツールがいろいろと公開されているので、そういったものを使うと便利かなと思うんですけれども、
自分の好きなように分析したいとなった場合は、それに合わせてデータの収集から始めることになると思います。そこで必要になるのが XBRL の解析です。XBRL というのは財務情報以外でも適用されているんですけれども、このトークでは有価証券報告書、短縮して UFO と呼ばれますけれども、その財務情報を収集したい方が主な対象となっています。お話しするのは XBRL 解析するための基本知識と、あとは楽に解析するための情報の共有となります。では目次です。まず XBRL の基本について紹介します。解析するときにこのデータの読み方がわからないと解析できないと思いますので、その読み方について少し触れます。ここで使うデータとしては、エディネットという金融庁のシステムから自由に入手できる UFO のデータとなります。次にアレリーという解析に便利な OSS について紹介して、最後に Python で実際にデータを取り扱っていきたいと思います。ではまず XBRL の基本です。これは、事業報告用の情報の、提出だとか再利用などを便利にするためのグローバルな規格です。 XML ベースって書いてますけれども、ここではデータが構造化されていて、コンピューターで処理しやすい形になっているよっていうことがイメージできればいいのかなと思います。データ構造の概要についてですけれども、ざっくり見ると黄色で示したインスタンス文書と呼ばれる報告値と、紫系で示したタクソノミ文書と呼ばれる構造定義で構成されています。タクソノミ文書の方はさらにもう少し2つに分けることができて、タクソノミスキーマと呼ばれる項目定義と、リンクベースと呼ばれる補助情報のようなもので成り立っています。ここでインスタンス文書についても少し具体的に見ていきます。この薄い黄色い四角の情報が報告値の一式を表していて、これをファクトと呼びます。解析するときに注意したいのは、この同じ項目名で値の異なる複数のファクトが存在しうるということです。例えばこの上の3つの四角は全部バツバツコロンネットセールスという項目名が貼ってありますけれども、値がすべて異なっています。どういうことかというと、日本円とアメリカドルの単位の違いであったりとか、あとはコンテキストと有属性があって、今回はその配下に期間という属性がありますが、この期間が異なっています。で、違う条件のことを表しているので値が異なりますよということになります。値は今金額についてお話ししたんですけれども、文字情報とかパーセント、株式数などいろいろなファクトがあります。次にタクソノミ文書についてです。タクソノミ文書は先ほど2つに分けられますってお伝えしたんですけれども、まずはタクソノミスキーマの方ですね。これは項目の項目自体の定義を表していて、項目名とか ID の他にその扱われ方が分かるような内容が定義されています。この例だとデータ型という属性があって、これは金額とかこれはテキスト情報だなっていうのが分かるような内容となっています。次にタクソノミ文書の中のリンクベースの方ですね。これは項目間の関係とか、あと項目に対する追加情報を定義するためのものです。XBRL 2.1 というのが今のバージョンになってますけれども、その標準のリンク5種類と拡張のリンクで構成されます。標準についてまず見てみると、一番左の表示リンクというのは、項目を表示する際の親子関係とか、その表示する順番を定義するものです。計算リンクというのは項目の足し算関係を表していて、マイナスの重みウェイトというものを使うことによって引き算も表現されます。定義リンクというのはちょっとその中にさらにいろいろな種類があります。名称リンクというのは追加情報型のリンクになっていて、
項目に対して表示名称を定義しています。参照リンクというのも追加情報型のリンクで参考文献を定義しています。あとは拡張のリンクについてですけれども、これは複数の種類がありますが、その中でも重要なのがディメンションリンクというものです。これは項目間の多次元の多次元データ構造をって書いてありますけれども、 UFO の中だと連結個別の値を区別して報告するために使われたりとか、あとはセグメント情報って事業別の売上などの表が UFO の中にありますけれども、そういったところで使われています。ではここで実際にデータを見てみたいと思いますけれども、まずデータの取得元のエディネットについてです。これは金融庁の開示書類に関するシステムです。データを、開示書類を見たい人とか解析したい人というのは閲覧サイト、エディネットを見ることができます。で、エディネットには段階的に XBRL が導入されてきていて、UFO とか四半期報告書というのはテキスト情報も含めて文書全体が今 XBRL 化された状態となっています。ここでエディネットのタクソノミについて少し触れておきます。まずエディネットタクソノミというものがあって、これは金融庁が提供するタクソノミです。毎年更新されますし、種類も複数あります。でもう一つ提出者別タクソノミというものがありますが、これはエディネットタクソノミをベースとして提出者がそれぞれ毎年作成するタクソノミです。これは必要に応じてその提出者の独自定義が追加されるので、提出者ごとにタクソノミが異なるんだよというところを認識しておく必要があります。でここでデータ見たいんですけれども、とりあえずは手動で取得する方法を紹介します。先ほどのエディネット閲覧サイトの検索画面で UFO を指定して検索すると、このような検索画面結果が表示されます。XBRL というアイコンをクリックすると ZIP ファイルがダウンロードされますので、それを展開するとだいたいこのような形になります。他にもフォルダがあったりとか、この中でもいろんなファイルができてるんですけれども、解析で使うのはこの赤枠で示したファイルのみです。これがインスタンス文書と提出者別タクソノミのファイルたちになります。ここでインスタンス文書の読み方に入っていきますけれども、インスタンス文書は拡張子が XBRL というファイルが該当します。これ抜粋なんですけれども、大きく見ると単位の定義とコンテキストの定義と報告値の定義というものが記載されています。ここではまずコンテキストの定義を見てみますけれども、ID が黄土色、黄土色の文字で分かります。あとは緑色の文字で、この会計期間が分かるようになっています。最後に、このコンテキストの場合は、シナリオという属性があって、青字の部分ですね、連結個別を表す軸が使われていて、このコンテキストが使われているファクトは個別の値であるということが分かる定義がされています。で、一番下の報告値を見ると JPPFSCOR ネットセールスという要素にがあって、その中のコンテキストレフという属性で使用するコンテキストの ID を指定し、ユニットレフという属性で使用する単位の ID を指定しています。で、この括弧に挟まれた34910で始まる数字が報告値となります。で、これらの情報から読み取れるのが、この黄色い四角で示したファクトとなります。次にタクソノミスキーマの読み方に入ります。タクソノミスキーマは XSD という多拡張子のファイルが該当します。まずはダウンロードした ZIP ファイル内のタクソノミスキーマを開けると、冒頭にインポートがたくさん並んでいると思います。で、最後に提出者の独自定義が書いてあるという感じですね。で、ここではインポートされているタクソノミスキーマ
マを見に行きました。これエディネットタクソノミーのスキーマです。下の四角に、抜粋した内容が書いてあるんですけども、項目の定義ということで、XS3 エレメントという要素に、まあ、ネーム属性、ネットセールスとか IT 属性、ホニャララといった形でいろいろと定義されていることがわかります。これらの情報からわかるのが、このグレーの四角に示した内容です。一目でこの属性なんだって分かりやすいのもあるんですけれども、詳細についてはエディネットのドキュメントに記載されているので、そちらをご覧ください。次にリンクベースの読み方です。ここでは計算リンクを取り上げてみました。計算リンクはホニャララアンダーバー CAL.xml というファイル名になっています。中身は大きく見ると、タクソノミスキーマの項目に対して呼び名をつけるという定義と関係の定義があります。まず呼び名の方ですけれども、 X リンク HREF という属性で、特定のタクソノミスキーマの特定の項目を指定して、それに対してその項目をここでは JPPFSCOR クロスプロフィットと呼ぶという定義をしています。関係の定義のところでは、その呼び名を使って from と to でその関係性があることを示しています。でどういう関係かっていう、関係の種類ですねは X リンクアークロールという属性で指定しています。でこの場合は HTTP ホニャララサメーションアイテムとあって、これが足し算関係を表すアークロールなんですけれども、ここから足し算関係を表しているということが読み取れます。でこの定義から分かるのは、このグレーの四角で示した JPPFSCOR グロスプロフィットイコールネットセールスマイナスコストオブセールスという計算関係が読み取れます。リンクベースについてはもう一つ読み方、名称リンクの方も取り上げてみたいと思います。これが追加情報型のリンクですね。でファイル名がホニャララアンダーバー lab.xml というのが日本語の名称リンクのファイル名となっています。ダウンロードした ZIP ファイル内の名称リンクを開けると、その提出者の独自定義が記述されています。主に見に行くのは多分エディネットタクソノミの名称リンクになるはずなので、このページではそれを取り上げてみました。エディネットタクソノミは複数ありますよと先ほど言ったんですけれども、じゃあどのエディネットタクソノミを見ればいいのっていうのは、タクソノミスキーマを見ると分かります。でダウンロードした ZIP ファイル内の .xsd というファイルですね。それを開けると、リンクベースレフという要素がずらっと並んでいるところがあって、X リンクレフ HREF という属性ので、名称リンクを参照しているところが見つけられると思います。その参照されている名称リンクの一部を抜き出したのが一番下の四角です。で中身見てみると、やはり計算リンクと似たような形で呼び名の定義と関係の定義から成り立っていることがわかります。関係の定義の中のアークロールを見てみると、先ほどの計算リンクではサメーションアイテムが指定されていましたけれども、ここでは名称リンクを表すアークロールが設定されているというところが確認できます。でこの定義から分かるのは、ネットセールスは売上高と表示するということです。ざっと読んだんですけれども、だいたい読み方が分かってきたなというところで、私の場合は、このぐらいで一旦解析してみようかなとのんきに構えました。じゃあ具体的にというところで、ネットセールスは売上高と表示するという、先ほど読み取れた情報をプログラムで取得するにはどうしたらいいかと考え始めたところ、小さい文字でいろいろ書いたんですけど、とにかく定義をたどるんです、処理なんですよね。なんかすごく面倒だなと思いました。でここで出てくるのがアレリーです。アレリーとは、アパッチライセンスの Python 製 OSS で、
です。で、XBRL インターナショナルという組織によって、XBRL の使用に準拠したソフトウェアとして認定されています。で、公式ページからは、GUI 版のアレリーが入手できます。GitHub でもソースが公開されているので、そこからソースを入手もできます。じゃあ、アレリーで XBRL 解析するメリットって何かというと、とにかく楽なのかなと思います。XBRL の仕様に沿って解析してくれるんですね。ね、アレリーでインスタンス文章を読み込むと、その参照先のタクソノミも一緒に解析してくれます。なので、自分で定義をたどるような、面倒くさい処理を書く必要がないです。あとは XBRL の仕様をすべて把握する。先ほど基本について紹介しましたけれども、隅々まで全部把握して必要なところをプログラムに落とし込むということ自体が結構大変だと思いますが、アレリーを使うことによってある程度XBRL のことが分かれば解析を始められると思います。なのでデータ収集にかける労力、使用詳細を調べたりとかプログラムに反映するという労力を減らして本来の目的である財務分析の方にその分の時間を使うことができるのかなと思います。あとは無償であることも大きなメリットかなと思います。もちろんデメリットもあります。情報によってはアレリーがやってくれることが無駄な重い処理ころでインスタンス文章を読み込むとタクソノミまで全部解析してくれますって言ったんですけれども、欲しい情報によってはそのタクソノミの解析がいらないケースもあります。で、そういうものはかなりシンプルな処理で取得できるので自分で書いちゃった方が早いのと、いらない処理をしなくていいので、多分アレリーを使わない方がいいのかなと思います。もう一つのデメリットとしては、今のところですけれども情報が少ないというのもデメリットかなと思います。最後ですね、Python アレリーも含め Python を使ってデータの扱うところに入っていきます。流れですけれども、エディネット API というものを使って UFO を取得しアレリーで解析していきます。エディネット API というのは、そのまんまなんですけれども、エディネットが提供する API です。で、これには2種類あって、書類を把握するための書類一覧 API と書類を取得するための書類取得 API です。まず書類一覧 API についてみたいと思いますが、エンドポイントは表記の通りで、このバージョンというところには今は V1 が入ります。それ以降はまだ出てないですね。で、ゲットで取得です。で、リクエストパラメータは2つあって、date と type というものがあります。date というパラメータにはファイル日付、例えば提出処理が行われた日とか、開示不開示区分の変更があった日がファイル日付となりますが、それを指定します。で、type はデフォルトが1となっていて、この場合はメタデータのみ取得します。で、2を指定すると文章ごとの詳細情報を一緒に取得してきます。これがサンプルコードになりますけれども、ここではリクエストを使っているので、もし環境にない場合はインストールが必要です。で、まずエンドポイントとパラメータを設定して、それをリクエストゲットに渡しているだけというシンプルなコードになります。返ってくる文字列が JSON 文字列形式なので JSON ローズで辞書型に変換していきます、してます。で、その後処理をしていく形になるかなと思います。で、これがその取得結果の一部を抜粋したものなんですけれども、メタデータとリゾルツがあって、そのリゾルツの方は辞書のリストの形になります。で、この辞書一つ一つが文書一つ一つの詳細情報にあたるんですけれども、右側にちょっと抜粋してみました。いろいろな項目がある中で一番大事なのが DocID という項目です。これは書類管理番号という1位の値を示していて、次の書類取得の API の中で使えます。で、他にもたくさん項目があるんですけれども、
あって、それらを使ってこの文書を欲しい、取得するとか取得しないっていうことを判断することになると思います。ので詳細についてはエディネット API のドキュメントをご覧になってください。で次に書類取得の API の方です。エンドポイントの最後の書類管理番号というのが先ほど前のページで見た読 ID が入ります。ゲットで取得です。リクエストパラメーターは1個だけでタイプとありますけれども、ここには1を指定してください。これがサンプルコードですけれども、書類一覧 API のサンプルコードとほぼ同じです。エンドポイントとパラムスの値がちょっと変わっただけですね。でここで返ってくるバイナリデータを ZIP 形式のファイルとして保存します。でその保存方法はたくさん情報が出ているのでここでは割愛しました。でその ZIP ファイルを展開すると、再形になりますけれども、このような形で赤枠のファイルしか使わないので、ここだけ抽出すれば解析できます。全部抽出しなくてもという形です。ここからアレディを使った解析に入っていきます。でこれ基本の流れとなりますけど、文章を読み初期化してインスタンス文章を読み込んで、文章ごとの処理をして、その文章の処理が終わったらば文章情報を解放となります。でここでモデルマネージャーロードでインスタンス文書、.xbrl って読み込んでるんですけれども、機能としてはタクソノミ文書も読み込むことができます。ただ今は UFO の情報を取得したいということでインスタンス文書を読み込んでいるというものになってます。で次に少し具体的な処理に入ります。 QName 指定でファクトを取得する例なんですけれどもですね、を取り上げてみました。勘定科目なんかは企業ごとに使う科目が異なるので QName 指定で処理っていうのは合わないんですけれども、多分一緒に会社名とか、あと会計基準なんかを取得したくなると思います。でそういった情報は全企業共通の必須項目となっていてなってます。でそういう必須項目を取得したいという場合は QName 指定で取得すると楽かなと思います。じゃあその QName って何で調べればいいのっていうところですが、それはエディネットで用意しているタクソノミ要素リストという Excel を見ると分かりやすいです。これが抜粋したものなんですけれども、会計基準の行を見ると名前空間プレフィックスが JPDEICOR、要素名を見るとアカウンティングスタンダード DEI があるので、この2つの文字列をコロンでつなげた文字列が会計基準の QName とあります。この画面の中央に青字で示したものですね。で今調べた会計基準の QName を指定してファクト取得する例がこちらです。アレディで用意している QName という関数を使うのでインポートしておきます。準備段階として名前空間 URI が欲しいので、最初に取得してるんですけれども、アレディの場合インスタンス文書を読み込んだ時点でプレフィックスをキーとして名前空間 URI が格納されている辞書というものが出来上がっています。でそれを利用してるんですが、ここに、会計基準のプレフィックスJPDEICOR を指定して名前空間 URI を取得しています。で次に QName の文字列から QName 型のオブジェクトを取得します。ここで QName 関数、インポートしておいた関数を使っています。この関数に、名前空間 URI と QName 文字列を渡してあげると QName 型オブジェクトが返ってきますが、それが今 QN という変数に入っています。で最後にやっと QName 指定でファクト取得というのができるんですけれども、インスタンス文書を読み込んだ時点で QName をキーとしてファクトが格納されている辞書というものも生成されます。このファクツバイ QName ですね、
この辞書に先ほどの QN を指定してあげることで会計基準のファクトが得られます。で、この時の注意としては、同じ旧ネームのファクトは複数あり得るという前提なので、ここで得られる値はファクト単体ではなくてファクトのセットとなります。なので、この取得結果をグレーの字で示しましたけれども、会計基準はファクトが1つしかないから、得られた値はファクトが1つのセットとなっています。で、このファクトの中身を見ると、左下ですね、バリューという属性があります。このバリューがこの会計基準の値となりますが、ここにジャパン GAAP とあるので、これは日本の会計基準であるということが読み取れます。次に、ファクトから項目の表示名称を取得する例についてです。このコードは前のページのコードの続きとなっていますので、ファクトには、ファクトが1つのセットが格納されているので、今単純に1つ目の要素を取り出してファクトという変数に入れました。その上でファクト .concept.label とすることで、会計基準という、この項目の表示名称を得られています。どうなっているかというと、この属性コンセプトという属性はタクソノミスキーマで定義されている項目を表しています。で、その項目に対して名称リンクで設定されている表示名称がラベルというメソッドで取得できていますということです。で、今この会計基準って日本語の表示名称が得られたんですけれども、これはデフォルト原稿はマシン環境によります。で、コントローラーの初期化の時にそのマシン環境が反映されている形です。で、他の原稿が他の原稿を取得したいという場合はラベルメソッドのランクで指定可能です。で、エディネットのバンクを用意することになっているので、どの企業もこの2カ国語については、表示名称を取得できるはずです。ラベルメソッドについては他にも指定できることがいろいろあるので、もしご使用になる場合にはラベルメソッドのドクストリングをご覧になってください。今日全部紹介できないんですけれども、解析するときに使いたい便利な機能っていうのがいろいろと他にもあります。で、それを利用したサンプルコードを GitHub に上げてあるので、もしご興味のある方はご覧になっていただけると嬉しいです。あと、私自身もまだアレリーの機能で使ってないものがいろいろあるので、アレリーを使う人が増えて情報も増えると嬉しいなと思ってます。ではまとめに入ります。XBRL の基本的な仕様と、基本的なデータの読み方について紹介しました。あとは解析に便利なアレリーの基本的な使い方について紹介しました。時間の関係で割愛した注意事項を資料の最後に入れているので、もしご興味のある方がいらっしゃいましたら、そちらもご覧になっていただけると嬉しいです。では以上となります。ご清聴いただきありがとうございました。はい、宮坂さんありがとうございました。すごいスライドが綺麗で、内容も分かりやすくて素晴らしいなと思いました。ありがとうございます。時間がなくて質疑の時間が取れなかったんですけど、何か言い残したこととか補足で説明したいことなどありますか？そうですね、ちょっと注意事項を発表の時間に入れられなかったのが気になっていて、もし XBRL 解析やってみたいと、これからやってみたいと思う方がいらっしゃいましたら、ご覧になっていただけると嬉しいです。わかりました。質問がしたかったという方が今いらっしゃいましたら、交流用のスラックでぜひ質問してみてください。それでは、宮坂さん、素晴らしい発表ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、共有停止します。はい。